はいどうもフリッチです。今回も信長の野望創造戦国理史伝やっていきたいと思います。さあ、清洲城攻略に備えよっていうところですね。貸してくれ的なやつだね。恵んでいただければか。却下しよう。借りがある。おお。で、状況ですね。今の我が織田家は今川家によりね、滅亡寸前まで追い込まれています。ここしかないです。で、清洲を攻めたいらしいんですが、もうね織田家死んだなっていう状況ですね。こっから今川家に吸収されてしまうのか。神の溝知るですよ。で、俺はね、ひたすら畑をあげてね、石高を増やしつつ、水が来てないな。よし、通してターンエンドだね。さあ、清洲攻めで襲撃ですか。兵がなくなるのは困るからね。まあ先にやっとくか。攻略しましょう。2100ですよ。そんなにいらないだろうって。たったんだけの軍勢で、いつも通りね、対応図を作って、よし、ここに布陣しよう。行くぞ。私に続きなさい。おっと、そう来るか。行くぞ。続きなさい。大筒の後ろに隠れるように戦いましょう。よし、こうですね。行くぞ。ナイス。圧勝ですね。まあこれくらいはね、やっておかないと。で、これ回復して清洲城を攻めれればかなりいいんだけど。ご命令を。先月の収支です。さあ、どんなもんですかね。作ったのこれか。まだ上がってる段階ですよね。貯水池作ればいいんだろうね。よし、あ、どれくらい上がるかだな。長尾正景が房長の後を継いだと。表情を始めます。先月の収支です。ご用を受けたまわります。お金ないけど家宝買えるんですね。まだ漁師の分際なのにね。うん、里見家滅亡早くないか。こんなすぐ滅びんの。信長と濃姫の婚姻により織田家と斎藤家は同盟関係にあった。あー、会見ですか。あれは、
さあ、とはいえもう織田家は滅亡しそうなんでね、ここで清洲城を奪い返さないとこの会見が無意味になってしまう。おお、この恐れられ方、こっから何かありそうですね。さあ、もうただね、攻められていたわけではなく、表情を始めます。先月の終始です。僕がね、自由に使える兵が2000もいるので、これ使えば余裕なんだけど。これなんだっけ、ああ、木材言ってもあるから鉄がないね。こう見ると、本尊、信仰が高いな。弊社を置ける場所を作った方がいいかな。さあ、結構作れるようにしたから、鉄砲隊の数増やせるように火事作った方がいいかもしんないな。場所が選ば決まってるのかな。資源か。決まってんなら、じゃあ先に作っておこうかな。商業が少なすぎるな。全く金が入ってこないんだけど。さあ、商業を建てれるような場所はここだね、多分。よし、これで任務は終わりだな。表情を始めます。先月の終始です。よし、呼ばれたんならば行きましょうか。なるほど、エレンブ城ね。あんなとこに作ってもしょうがないけどな。これ娯楽、あ、関係あるんだ。じゃあ作ってやってもいいかな。とはいえ娯楽が必要な施設ってなんだ。たたら、あー、鉄か。いやー、鉄系ですよね、娯楽。もしか商業か。じゃあまあまあいいかな、作ってやろう。お、呼ばれたかな。兵数に差がありすぎるんだけど、説明聞きましょう。徒歩は約2000、信長が指揮をしている。大将は今川姫、天下に隠れなき名将。敵は数も多く、形勢を味方がやや不利かと。行きましょう。鉄砲2位、あー、じゃあ、あの火事を4つ3つ作れば鉄砲隊が大量によこせるんだね。よし、これなら強いか。進め。兵力は互角。門壊れてるんで、いや待てよ、こんなもんか。行くぞ。大舞台なので、ね、これが敵軍の誉れ高き武将か。いねえな。通ってみるか。続け。なら門まで引いてったか。ん？我らの青年、あなたに見切れますか。どうしようかな。
ちょ、信長の動きを待とう。こっからじゃあやるか。続け、続きなさい。陣形はまあ陣立てを迫力にしといて、いきます。敵軍やや多いな。とはいえ我が隊の相手ではないはず。決着をつけるぞ。いかん、いきます。めっちゃいる、めっちゃいる。あれ信長が相手してんの。城門を破壊しました。突破してやったぜ。こうだな。続け、で決めます。逃げてんじゃないのか。撃て。なんだなんだなんだ。こっちも撃て。突破型目見ないだろう。行くぞ。ちょっと俺突撃してんな。突破しました。まあ、信長様が後ろからついてくれれば必ず勝てる。よし、ここで待つか。信長が天下、邪魔はさせぬ。引け。ここで行くぞ。士気がやばいな。見くびられては困りますね。藤谷じゃね今の。よし、行くぞ。突撃します。おっと、こっち来る。この手でこいつは必ず勝つ。固めよう。んー、やはり強いな。名将らしい突撃だよ。やれやれ、乱戦じゃ。固めてんね。鉄砲隊、おっと、どっちに向いてんのあいつは。まあ勝ってるからいいか。よし、あとこの門張り付くだけ。これで決めます。信長より活躍してんじゃないか。これのおかげで落ちたな。援軍来そうなんでさっさとやりたいけど、罹患するか。決着をつけるぞ。行くぞ。城門を破壊しました。正々堂々勝負しなさい。ここは引きます。お、軍神ということは俺が3部隊1人で倒したんだな。最強じゃないか。続け、撃てい。よし、俺がいれば織田家はまだ持つね。95。いやいや、今ね9600くらいでしょ。あ、でも300もらえたか。おい、待って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 、おいおい、秀吉あいつ信長今秀吉くらいなら俺の千の兵でなんとかなるぞ。せっこめっていうのは嘘なんだけど、敵の設定は3000。木下秀吉、天下に隠れなき名将。勝てる、俺なら勝てるだろう。なんか援軍がなんとかって言ってたけど、進め。おっと、まずいぞ。こっちからだけ3500か。門ないからさ、備えるしかないな。陣立てを変えろ。援軍来るならまあ1段くらいいいか。続け。ここでやりたくない。みんなの命を私に預けてください。あそこ突破されるのはいいか。いや、今言うなよ、今言うなって。帰ったら、家帰ったら。ここは牢城、天守でも戦いましょうか。行くぞ。いや、増えたな。まあ、よりね、よりここの方がいいだろう。敵の援軍が来たじゃないか。敵の兵はこちらの予想。おっと、私に預けてください。あいつ早いな、くんね。くそ。
畳みかけるしかないな。数が少ないから勢いで押さないと。こっち援軍来るのかな。数で言えばめっちゃ負けてるんだけど。いけ、陣をかき乱せ。はい、苦しい、苦しすぎる。OK、全部隊突撃。お、でも敵軍の士気も下がってるし、兵もかなり倒した。1000人以上倒した、1000人以上。あとはお頼みボス見ましょうか。いやー、見るまでもないかな。見るか。頑張って信長。先制病強打。落とされたくそー。我が宝の城奪われました。うそー。戦の支度をせよ。出陣するぞ。斎藤来てくんねえかな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。くそー、あんな強えよ。今が後方から来るからさ、取れそうにないっすよね。却下してレベル5にしろ。商人町作れ。いいよ、作って壊してやる。エース前まあですね、回復するからいいけど。兵舎作ろうか。武器町どこかに何か作っといたはずなんだけど。ここ治安がいいから作れるよねってさっき思ったんですよね。武芸高いな。いや、低いのか。いや、高いですね。いや、高くないか。周辺の武芸が大きく増加する。ナスケが滅亡。よし、これで兵数が3000とかいくんじゃないか。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。進出。おお、金を考えれば、まあ、これ以上はやんない方がいいか。牽引戦1500は任せましょう。レベル5の連武家町はどれくらい上がるんだろう。225か。60もこっから上がるんだな。これレベル5より上があるんだよ。あ、すげえ、水田レベル6マックスだよねこれ。多分300も上がってる。国高すごいな。本山あって、よし。あと商業増やさないと厳しいかもしれないな。これなんだ。表情を始めます。先月の収支です。さあ、おだけがどうなってるかな。てか寝返りの誘いが来ませんね。今ならね、もう寝返っても仕方がない状況なんだけど。
牧場はなんだ、資源がない、馬か。終わりじゃ無理じゃないか。じゃあよし、これで弊社も増えるはず。ご命令を。先月かなり発展しているぞ。この周辺いいね。木を恵んでほしいか。まあいいだろう。もう言ってくれ。価格の武芸が上がるっていうのはいいもんだな。かなり有用じゃないですか。駿河今川家、東海道一の弓取りと呼ばれる名君今川義元の指揮のもと広大な領土を持っていたと。最後の武田と北条ですね。いやでも木下秀吉が今側にいるっていうのは大きいですよね。あの3500がなんか適当なね、雑魚とかが率いてれば全然倒せたんだけど。三国同盟のイベントですね、今のは。ご命令を。先月の収支です。任務なんかやるか。これはできてる。兵糧はね、いいよね。木材を入れときましょうか。襲撃もまあ一個だけやるか。1700いればいけるでしょ。確か1200とかで。お、なんだ、なんかいるんだけど。よう混ぜてもらうぜ。俺たち二人が相手とは運のないやつもいたもんだ。うん、じゃあまっすぐ行こう。行くぞ。行こう佐久間殿。見れない。備えごとに視点があるよね。参るぞ。お、聖者やるじゃないか、やるじゃないか。聞いてった。いや来てんだ。ほらほら、逃げるな。待て、続け。もっと続け。あ、一応距離感はあるんだな。おお、強っ佐久間殿、さすがでござるな。これを信じよう。やるじゃないか。勝つ。かかれ。名将だな。これ誰だ。かかれ。おっと、彼らに勝てる敵はない。よし、有効度で来んのかな。あいつとそんなに仲良い覚えはないんだけど。うん、いいよ。三輪長秀殿、今川家にいたのか。そうか。ご命令を。先月の収支です。さっさは何家。おだけか。よし、さっさがいて、ね、庭長秀がいない理由がよくわかんないけど。今、国高1500で、ああ、弊社超えちゃってんな。
どっちが上がるんだ、畑と水田は。畑レベル4で81、5で200。あ、水田だな。全然水田じゃないか。畑を潰してもいい、そういうレベルだ。水がない、どうだね。水引いてないからそんなに水田が置けてないのか。水田の方が絶対いいですよね。なんだ。ああ。ご命令を。先月の収支です。もう引けないか。とはいえ商業もね、捨てがたいというか、あげないといけない。まあ、特化をまず作って、それに商業に商人町を。他なんかねえかな。商業と木産が上がる。新興到来か。往来上げてるから、新興で無理だな。ここ新興あるけど往来がないな。光系、でも治水がすごいな。まあいいか。お、人払いを。いやーどうしよっかな。でもね、滅びる運命であると思うので。寝返るのもね、悪くないと思うんだよな。ここはお引き受けいたしましょう。はい。織田家にはついていけぬ。これより今川家の家臣として吉本を支えようぞ。これで桶狭間でね、吉本が死んだら面白いですよね。あれ変わった？ちょっと、ちょっと変わったのかな。基本引き継がれるらしいのですけど。先月の収支です。報告いたします。いいよ、織田家をね、全部できる。これはやっときましょうか。ちょ、今作ったものをね、再現しないと。これで作って、で門全部作って。っていう感じかな。信清さんじゃないですか。兵糧はいけるね。鉄も行こう。こんだけやっときゃいけんだろう。もうあとやってくれ。表情を始めます。先月の収支です。ところで今回はここまでにしたいと思います。